かお邪魔しちゃうところだったよ。展示するまで入らないでっていつも言ってるでしょ。何かしてたらどうする気。だから今言ったろ、邪魔するんだってば。いなくてもするくせに。あら、今日は巫女さんまで一緒とは珍しいわね。うん、そうそう。負ける気しないな。今回は勝たせてもらうわ。
初心者に負けるとは。よし。おお。ちょっと。あいにくお嬢様はお支度にまだ少しかかるのですけど。お支度？私たちに会うのにそんなのいるか？大方寝起きでぐずってるとかじゃない？ちょうど日も落ちかかったところだし。そこ余計な詮索をしない。なのでお嬢様が見えるまでは私が。珍しいのね、玄関から入ってくるなんて。あら、別に気にしてないわ。今日はお客人として迎えてあげる気でいたし。開発メンバーお墨付きのスーパールーキーの実力を見せてくれるなら
今の発言は聞かなかったことにしてあげるけど。潰すわ。行くわよ、紅白の巫女。
今日のところはこのくらいにしておいてあげる。パチュリー様、してやられましたね。さて、それではそんなパチュリー様に代わって、次は私がお相手いたしましょうか。この気迫、これまでの相手とは一味違うわね。スーパールーキー、試練の時ね。お手並み拝見。よっ、公務官のゲーマー番長。つまらない二つ名をつけないでちょうだい。さあ、その腕前見定めさせてもらいます。胸を借りるわよ。お手柔らかにね。も出たら何意気がってんのよ。
蹴りです。ジャック・ザ・ルバビレ。パチュリー様、黙って使いにでも出たら。何意気がってんのよ。よし、お見事。うわ、そうね。
そういうことなら私がご案内しましょう。お嬢様の方はまだ当分寝ぼけてそうですので。